北海道山越郡の一山越郡は、北海道都道総合振興局の郡、人口4967人、面積3 1 0 7 6キロ平方メートル、人口密度16人、軽平方メートル。以下の一町を含む、1879年に行政区画として発足した、当時の郡域は、以下の区域にあたる。江戸時代の山越郡域には、 正木藩によって、やむくしない場所が開かれていた。江戸時代初期の漢文9年6月に、日高国域を中心に起こった、借社院の戦いの際、訓縫において、江戸軍と正木藩との戦いが行われている。この戦いで、正木に攻め込むほどの勢いであった江戸軍が、鉄砲を主力とする正木藩の前に敗れ形成が、逆転、後に平定されている。 江戸時代中期、安永二年長万部に、メシ聖神社が創建される。完成年間になり、それまで地形が険しく、道が都大船に乗り換えていた区間を、爆明を受けた正木藩によって、山古志軍と阿武田軍の境を越える、霊文化、弁変等の参道が開削され、都東国の函館から、道東や千島国方面に至る陸路が繋がっている。江戸時代後期、 国防のため、完成11年山越軍行は、天領とされた。今日は元年に都東国亀田軍にあったものを移転し、山越内関所が設けられた。これは、江戸地への武器の持ち込みなどを取り締まる、国内最北の関所であった。今日は3年には、警護に当たった津軽藩によって、おしゃまんべやぶた館の道路が改修される。文化2年稲荷神社に、 移転が創建され、文化四年には、諏訪明神社が創建された。文政四年には、一旦、正木藩領に服した。また文政年間には、山越内に、円融寺の前身の阿弥陀堂が建立された。安政二年再び天領となり、南部藩がお社万部に陣屋を築き敬語を行った。安政三年には、お社万部から、 歌すつやスっに至る黒松内越が開作されている。同年、山越内に道雨が混流され、翌4年には、円有寺となる。和人の人口が増え、文久元年に山越内石書が廃止され、源氏元年6月には、おしゃまんべ付近までは人地となっていた。慶応二年町万部に全道寺が創立される。母神戦争終結直後の1869年。 大法律領の国軍里政を踏襲して山古志軍が置かれた。開拓志向文録には山古志軍に山ムクとの軍が付してあったが、明治9年の大正区画制の際には山越になっていた。北海道1.29町村制施行時の山古志軍の松村。ありがとうございます。